梅州市は中華人民共和国の関東省に位置する地球市。旧媒県市で話される八カ後が八カ後の代表とされる。関東省の東北部に位置し、長州市、京葉市、三美市が現市、福建省、厚生省と接する。玉江の大きな支流であるアがりエが地域を貫く。温暖な気候で春から夏にかけて降水量が多くなる。 特に梅雨にあたる5月から6月は雨が多くなる。夏は高温多湿、冬は比較的冷涼乾燥である。梅州の旧省は南関により設置された高市州である。北宋の971年に梅州と改称され、現代には1279年梅州路が設置された。秋代は長州府の管轄となり、新代には花王直霊州の管轄となった。 中華民国が成立すると1914年、梅州は、売県に解消され、牛を順道、後に、第六行政正しさつ区の管轄となった。中華人民共和国が成立すると1949年に、共売選区が設置され、翌年には、共売行政正しさ指定員公所に改編され、売県、京安市、五家、王保、豊か順、昇霊、平蘭の七県を、 管轄するようになった。1952年、京梅七県は、越東行政区の管轄となり、さらに1965年に、売県選区へと改変された。1979年、売県の管轄であった梅集鎮が、梅集市に昇格した後、梅県地区は七県一市を管轄するようになった。1八十三年には、梅集市と梅県が合併し、 バイケン氏が誕生。さらに1988年にバイケンが梅州市に改変されながら現在の梅州市が誕生した。西勝区、一研究、市5県を管轄する。競売、千区梅イケン梅州市。ありがとうございます。